県内でサッカーに取り組んでいる女子選手を鹿児島市出身の元 J リーガー遠藤明宏さんが指導しました。この教室は女子サッカー選手に少しでも長くプレーを続けてもらおうと県サッカー協会と鹿児島ダイハツ販売が初めて開いたものです。180人が参加し、鹿児島市出身でアトランタオリンピックに出場した元 J リーガー遠藤明宏さんが指導しました。ただ一人一人特徴は 100% 違うわけです。自分の特徴、自分のいいところ、自分の悪いっていうか、まあ伸ばさなきゃいけないところをまず知ってもらってください。遠藤さんはスピードのあるパスを出すことなどをアドバイスしました。またゲーム形式の練習も行われ、参加者は爽やかな秋晴れのもと懸命にボールを追っていました。